LB ポップアップシアターさんにお邪魔しています。はい、ご覧ください。こちらですね、奥に何やらシアターがあるのが見えるんですけど、まずはですね、こちらショーケースに入ってるグッズを見ていきましょう。今はですね、デジモンとコラボしているそうで、デジモンのグッズが所狭しと置かれているんですね。うわー、懐かしい。デジモン、皆さんどの世代ですか？いろいろ各シリーズあったと思うんですけど、私はテイマーズなんですよ、一番思い入れがあるのが。アドベンチャー、懐かしい。おお、タイチ。あ、見てください、タイチが。アクリルタワーですね。これ全部集めたいですね。アズモン、テントも、テイルも、パルも、うわー懐かしい。全部集めたいですね。ちゃんとこう種類が豊富なのがいいですね。お手玉だ。え、なんでお手玉なんだろう、かわいい。このちょっとこのフォルムが新鮮じゃないですか。ふかふかだな。テリアモンが実際いたらこんなにふかふかなのかな。うわー気持ちいい、かわいいですよ。思わずこうギュッと抱きしめたくなる。これ最高じゃないですか。これ私後で買いに行きます。デジタルワールドお台場始まりの街。これもう分かるの人には分かる。デジモンファンならもう突っ込まざるを得ない。このステッカーいいですね。これいいな、これパソコンとかに貼りたいな。当時のやっぱりタッチだっていうところがいいですよね。このデジモンってやっぱりこうグッズに、今こう2019年に新しいグッズが出てくれるっていうことはファンとしてはすごい嬉しいですよね。はい、ではポップアップシアターの矢口さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢口と申します。よろしくお願いします。デジモンのグッズ新作も結構多いですね。はい、あのほぼ、20アイテムぐらい限定で今回新しく作っております。ここでしか買えないんですか？その通りでございます。なぜこんなにも絵のタッチが変わらないんですかね、新しいグッズ。長くこうシリーズが続いている作品なだけに、やっぱりあの我々としてもこう絵のタッチを変えずに、やっぱりこう安定して皆さん の, あの知ってるデジモンを提供し続けるっていうところにやっぱり力は入れているので、あのそういったところが出ているのかなと思います。そしてこの LB ポップアップシアターということなんですよ。はい、シアターとは、はい、今回あの新しい試みとしまして、店舗であの物を商品を購入いただいたお客様に店内併設のシアタールームで映像をお届けするというあのショップになっております。それなのであのシアターと店名に付けさせていただいております。え、ここでお買い物をして、はい、ここで映画も見れちゃうわけですか？そうですね、ここでしか見れない限定の映像となっております。なのでぜひあの店舗に来ていただきたいですね。だからこう外観が映画館みたいになってたんですね。その通りで、シアターを意識したあの劇場を意識したようなあの店舗のコンセプトになっております。まさかお買い物した後に映画まで見れちゃうと思わなかったですね、はい、これぜひシアタールーム中見せていただくことってできますか？はい、もちろんでございます。ありがとうございます、はい、では早速見てみましょう。おすごい、本当にシアターだ本当に映画館になってるんですね。はい、渋谷パルコの中に映画館が。ちなみにこれってあの今デジモンですけど、はい、ポップアップシアターのタイトルが変わっていくと、はい、またここで上映するタイトルも変わってくる。その通りでございます。第1弾オープニング第1弾コンテンツとしてはデジモンをあの取り扱わさせていただいておりまして、以降は随時発表させていただきますので、また作品が切り替わった際には当然あの限定の映像も内容が変わっていきます。それはもう限定の映像っていうのにはもうすでにこだわられてるというか、もうそこは絶対なんですか？絶対でございます。シアターあのもうミニシアターをこの併設して
もうそのためだけにここで毎回映像を作って流していきますので、もうそこを皆さんぜひ今後ともお楽しみにしていただけたらなと思っております。なんてチャレンジングなショップなんでしょうか、はい、もうこの先ね、どんな上映が待ってるのか今から楽しみでならないです。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひこのシアターでここだけの体験をしてみてください。待ってます。ご来店お待ちしてます。